恐ろしすぎる完全復活松ヶ瀬隆也。さあそしてオーラス、これライデンとトップラスだ。でもう一回やんなきゃいけないですね松ヶ瀬さん、もう一回僅差です。さあオーラスドラワローソー松ヶ瀬のエヴァン、さあ2300点差か、高宮さんは71差か、はい、少し全然逆転できそうなハイパイ、高宮さん全然逆転できそうというか、なんかタイヤもドラさん OK ですもんね。 OK ですね、もうドラさんありましたからね、はい、薬杯ドラさんでもいいんだから。トップまで突き抜けます高宮。いやだ松ヶ瀬さん、ここは死守したいね。いやー太志さん来てるよ。ただ太志はドラがないので、うお若さんになったよすごい高宮。面前で決めるから、はい、これ太志さんも早上がりしたいんで、もう何か重ねられて泣かれない方にしようかなとかもちょっと考えてほしいんですね。でも使わない、どれも使いません。終盤うわー3枚引いた、うん、黙ってん、いっそ3枚切れ。本当だ、さあ太志いいシャンテン、これで上がりづらいところがいらなくなったんでうそうですね、うん、いや引かないね、引かない、高宮引かない。あ、これ萩田さん損切りレジも考えてますね。なるほど、そういう間に見えましたか。はい、でもやめた。これ例えばチーソーパーソーキューソーとか引いてきたらどうするんですか萩原。ある3色があるんで外すありますね。外すありますか、それも見ての闇点か。さあ高宮いいシャンテン、しかもチーマンチーオッケー。次のパーソーとか出たら古谷さんが言ってたようにチパ、7色3色のね順でもちょっとあるんで、はい、キューソーも出ました。いや打つほかない気はする、うん、これは3ピア使えないもんね、はい、もう行くか、もう我慢できない。あれもありますからね裏位置ね、はい、で2000、4000でも十分8ポイントはそうですね、うん、大事なんで、はい、いったね、いった萩原さあいい層が1枚とめちゃくちゃいます、数層が3枚、はい、大体いますね切れてるの以外。あ闇点でいいのか、闇点 OK 同点ですけどね。あじゃあ値上がりで、え河野さんこれどうした方がいい、ただ玉点にすると思います。ただ玉点にしそうですけどね、同点トップでいいんですか、はい、なんか松ヶ瀬さんから出たら、はい、トップですし現物待ちいつもトップですし、で現物切って現物待ちだ、はい、で自分はまだやめるかもしれない選択も一応ね、はい、一応ハネマン法術の2着順ダウンなんで、はい、そことだと思いますけど、超自信あったらリーチも全然あると思いますね。さあどっち、リーチは無条件なんで。そうですね、はい、これ萩原さんが掴んだら絶対キル入っていう考えなんで、うーん、 E ピンも切ってるんでリーチもちょっと迷ってると思うんですよね。なんか数ピンが萩原さんに E スピンツモだったら、まあダマ転換もなみたいな感じだけど、数ピンもツモ切ってくれるなら、はい、26単独トップを目指すかなっていうのだと思います。どっちだと思いますか河野さん。ダマテンですね。ダマテンですか、ダマテンっぽい。さあ太しスッチーピーの枚数をカウントしてると思うんですよね。いったリーチですよ、失礼しました。これが太し、これは単独トップです。もう、さあ高宮2件リーチに挟まれた、着落ちは、いやでも萩原さんに跳ねまんま打てないですけどね、けど押しますね。ここは行くもん。2番は通ってないぞ。松ヶ瀬はここで溜め込んだ数層。数層吸収。はい。もっとやめた。2枚山。スッチピ2枚山。五分じゃないですか。このリーチが来たことによって松ヶ瀬さんは行かなくなったんで。はい、これ萩原さん的には太志さんがリーチ打ったんで、ハネマンツモも太志さんトップなんですよね。ああ、なるほど。はい、36,500かぶりが。はいはいはい、けどまあシンプルに12ポイントは大きいんで、まだ本当にどこがボーダーになるか分かんないんで、はい、積もっても、松ヶ瀬がトップってことですね、はい、はい、で松ヶ瀬さんこれ連局するにも高宮さん天敗だったら太志さんトップです、いやー複雑スピンだー、これはリアルお見事だわ。当選トップか単独トップか太志の選択、
お見事ですね、これは。お見事だわ。はい、さすが渡辺太志リーチ単用2600上がり。本当にイボ出した時に流局もあるんだけど、代わりに高宮さんもこの曲押しやすいから3人テンパイにもなりやすいよねっていうのもあったと思うんで、はい、いやなんか力でもぎ取ったトップって感じしますね。このトップ、まあ、何2曲の6000オールもそうですけど、なんか太しじゃないとここまで来てないような、あ全然、ね、展開変わったかもしれないんで、これでも最後今太しさんこうすごい悩んでるのは、はい、リーチだったのか闇天だったのか、いまだに難しい判断だと思うはずなんで、太しをもってしても難しい判断だったと、はい、いやこの表情もうね常に研究。いやでも難しかったよね、はい、なんかいやリーチ一択でしょうってなってたらちょっとあれなんですけど、はい、結構難しい判断だったと思います。さあ続きましてトップとなりました赤坂ドリブンズ渡辺太志選手です。トップおめでとうございます。ありがとうございます。いやあの対局終わった後もちょっとこう最後の曲を振り返っているような表情だったかなと思ったんですが、そうですね、とにかく難しくて、まあ、このハンチャンのトップ率を高めるにはどうしたらいいんだろうって、ちょっと、まあ、ダマ点にして現物待ちなんですけど、上がると、まあ、松田さんから以外上がると同点なんですよね、はい、はい、そうです。で、無理グルールは分けるので、トップ確定しないテンパイでリーチするかどうかっていうのすごい難しかったですね。まあ、結果的にはこうリーチをするという選択をされたわけですが、最終的にはどういう決め手だったんでしょうか。まあ、順目的にまだ、まあ、ちょっと リーボを出して流局しちゃうと、あの松橋さん脳天の場合、まあ、高宮さんも脳天だと、あの2人テンパイはトップになれないので、まあ、そのリーボを出すリスクと、まあ、萩原さんから出るスチーピンでトップになるのの比較で、まあ、若干リーチした方がマシかなという思ったんですけど、あとはまあそのハネマンツモ条件のハネマンツモでその風林火山の着地を落とせる萩原さんの条件で、まあリーボを出すと差が広がるんで、もしかしたらまあこう見逃してくれるかな的なのもちょっとはあったんですけど、まあちょっといろいろ絡み合って難しいです。未だに自信はないですけど、もうそれだけ難しい状況だったということなんですね。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。